化進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 化楽しいな。はい、始まりました。すごい進化ラジオ、今日は第4回目ということですけれども、はいはい、今日は何について話すんでしたっけ。いよいよですね、そのだから繁殖干渉っていうのが、はい、まあエラーなんだけどね、はい、生物のオスが他種のメスに求愛してしまうと、はい、そういった個体レベルの行動なんだけど、それが例えば住み分けとか、はい、競争にどう効いてくるのかっていう、うんうん、いよいよそういう話。それとやっぱりなんていうかな、研究のこの科学の歴史というか、やっぱその研究者の人がこうどう考えてきたのかっていうのをやっぱ伝えたくて、はいはい、なんか生態学の教科書とか、はい、事実が書いてあるだけで、はい、そういう研究者の思いとか、ね、はいはい、なんかこうそぎ落とさっちゃう。人間味ってことですね。人間味のそのストーリー性みたいなのないじゃない、はい、そういうのこういうねラジオだと喋りやすいから、はい、ちょっと説明していきたいと思うんだけど、面白そうですね、はいはい、でその繁殖干渉の理論っていうのかな、はい、何かの生き物を使って検証したんじゃなくて、はい、まあ、数式を使ってこういうことがあればこうなりますよっていうのは1980年くらいに、はい、アメリカ人の人があの提唱したのね、はい、そういう論文が出たんだけど、はい、その時にあの名前をつけたの。繁殖干渉っていう名前がなかったから、はい、この現象に名前をつけて、はい、それをサテュロス効果って呼んだのね。サテュロス効果、サテュロス、それを名付けた。繁殖干渉って名前じゃなかったんです。その時なかったからなんか名前つけないといけないの。そうですね、扱いにくいです。でサティロスっていうのは何かというと、はい、ギリシャ神話に出てくるそういう登場人物というか、はい、神様、神なのか人なのかよく分かんないけどそういうのがいるらしい。でちょっとね普通の日本人には馴染みがないけど、初めて聞きました。そういうね欧米の人はよくそういうの知ってるのかもしれないけど、でサティロスっていうのはどういうあれかっていうと、はい、なんか半分人間で半分獣みたいな。ケンタフロス分からないけどなんかそういうの多いよね。で下半身がなんかヤギみたいな、あそういうのでよく描かれてるらしいんだけど、まだったらケンタフロスです。そうで、そのサティロスのその性格っていうか、はい、神話上のそのキャラ設定が、はい、なんか性欲の塊だったらしいめちゃくちゃなんかこうえげつない性癖をしていると。でそれがどういうことかというともう見境なくアタックしちゃうみたいな、はい、でまあどういうことかというと、はい、でその手当たり次第っていうのがもう自分の種類のなんか交尾相手とかじゃなくて、もう自分がもう人間だか何だか分かんないくらいだから、その自分の種類じゃない求愛相手にも行っちゃうと。それがだから繁殖干渉ってことね。おー、そのあれですね、そのサティロスのそういうキャラ設定になぞらえた名前をつけて、うん、はい、でそれが1980年代にそういう論文がサティロス効果の理論研究みたいに出たんだけど、はい、結局ね全然注目されなかった。そうです。もう30年くらい、はい、まあ論文出たら世界中のその研究者が見れるわけ、読めるわけ、はい、でもその現象がどれだけ重要かっていうのは、はい、なんかこう再評価というか日の目を見たのはもう30年後くらい、2010年くらい。へー。でそれまではやっぱりその競争っていうのが、はい、もう生態学のメインストリームで、はい、みんなはこう餌をめぐる競争だと、はい、餌をめぐって複数の種類の生物が食べて競争してるってみんな思ってるんだよ、はい、でそんな時にいや交尾のエラーとかがあれば、うん、なんかどうにかなるとか、うん、なんかちょっとこう時代先取りすぎてたというか、全く新しい概念だったということですね。そう、何それみたいな、はい、まあ、だから新しい概念だからこそ名前つけなきゃいけなかった、はい、なキャッチーな名前をつけたんだけど、はい、まあ、それでもなお、まあ、まだ理論研究だったっていうのもあって、はい、注目されなかった。あ、まあ、よくありますよね、芸術家が死んでからこう評価されるみたいな。そうそう。でその2010年くらいに繁殖干渉が注目され始めたんだけど、はい、
それはなんか一つの研究成果が出たから、はい、何かこうパラダイムが変わったとか、はい、そういうのじゃない、はい、じゃなくて、まあ、いくつかの研究が同時多発的に出てきたと、うん、世界で。それはその繁殖干渉に関わるその研究みたいなのが同時多発的に出てきたと思いますか、うん、でみんなが注目し始めた、し始めたね。あれやっぱこれ繁殖干渉じゃないかな、うん、でその一つの研究として日本の研究を紹介したいんだけど、日本が出てくるんですか。日本が俺出てくる、なんかちょっと珍しいじゃないですか。日本、そうね、普通なんか外国のある意味日本初で、そのサテュロスっていう論文と同時期に、はい、日本人の人が、はい、昆虫研究してる人が、はい、やっぱ理論研究なんだけど、はい、そういう繁殖干渉の数理モデルっていうの、はい、数学的に、はい、予測した研究も出てる。それはその繁殖干渉のその論文みたいなのが出たのを受けてやってみようと思わはったってことですか、うん、うん、でもその受けての間に20年くらいかかってるんだよその理論がやっぱ斬新だから、はい、なかなか受け入れられなかったわけ、うん、業界に、はい、でもそれがだんだん、例えば資源競争じゃもう説明できないとか、はい、信号検出理論っていうのがあるんだと、はい、エラーなんだけど、はい、そういうことも起こり得るんじゃないっていうのが、はいはいはい、なんとなくみんな思ってきて、はい、で日本人もそうだし、はい、あの例えばドイツのヨーロッパの研究者がバッタで検証したりとか、はい、アメリカの研究者が、まあ、カイアシっていう、まあ、ミジンコみたいな水の中に生息している生き物を対象に繁殖干渉の研究をしたりとか、うん、そういうのがこう同時多発的に世界で出てきて、あ、なるほど、やっとその論文を書かはった、繁殖干渉の論文を書かはった人に、うん、まあ、時代が追いついてきた、時代、そう、本当そうだよね、なんかこう潮目が変わったとか、多分繁殖干渉の人はほんまにあれですね、いろいろ研究して息継ぐ先が繁殖干渉だったっていう、うん、かもしれないですね、うん、だから20〜30年やっぱ早かったんだけど、うん、最近の話注目された、うんうんうん、でその一つでその日本のマメゾウムシを使った実験について紹介したいんだけど、マメゾウムシ、マメゾウムシって何種類かいて、はい、あのチョコク害虫って呼ばれてるので、諸国蓄えてる穀物、そうそう、あのだいたいね小豆とかなんだけど、小豆ゾウムシ、小豆ゾウムシと四つもん豆ゾウムシっていうやつがいて、あ、まあ、豆を食べると、で小豆とか、まあ、大豆とかを保管するんだけど、あ、はい、僕家でなんか小豆あった時に、うん、なんかパキパキ言ってんなと思って、うん、小豆の袋からで見たらもう大量発生して、そんなバキバキ言ってるめちゃめちゃバキバキ言ってるんですよでカーテンにもめっちゃびっしりくっつくし、うん、調べて小豆ゾウムシだったっていうのが、ああ、まあ、中学生の時の記憶する、小豆ゾウムシだけめっちゃ、うん、なんか印象深いですね。世界的な、まあ、害虫ではあるんだけど、 そのガウゼのやったゾウリムシみたいに実験室で競争の実験をするのに、はい、小豆ゾウムシと四つもん豆ゾウムシっていう2種類が昔から使われて、日本ではね、昔からですか。それは繁殖干渉とか関係なしに、はい、まあ、競争、資源をめぐる競争として、はい、小豆ゾウムシの実験がありましたと、はい、でどういう生活を送ってるかっていうと、まあ、ゾウムシなんで、まあ、甲虫のちっちゃい甲虫の仲間なんだけど、はい、豆の表面に卵を産むのね。表面ですか、中じゃなくて、中じゃなくて表面にしか産めないの、はい、でも出てきた孵化した幼虫は、はい、豆の中にこう潜れる、潜入っていうんだけど、あ、だから僕の家の時に買った小豆からこう出てきたってことですね。出てきた、はい、いや最初は買った時も何もいなかったです、うん、いない、気づいたらめっちゃ出てきてたんで、うん、あ、なるほど。で幼虫は、まあ、豆って硬いんだけどどうにかこうにかして潜れると、はい、乾燥した豆の中に、はい、で豆の中で幼虫が育つの、あ、パクパク食べて、うん、もりもり育つってことです、うん、でさなぎになって成虫がそこから新しい羽化した成虫が出てくる、そういうライフサイクルなんだけど、はい、競争っていうのはその一つの豆にいくつかの卵が生まれることがあるんだよ、はい、ああ、その産みつけられるってことですか。産みつけられる。それはちなみに別種のってことですか。時もあるし、別種というかその別個体、あの時もあるし、はい、自分の親がいくつか産むこともあるし、あ、じゃあ兄弟間で争う時もあればあるし、他の種類の場合もあるわけ。他の種類もあるし、他のその小豆ゾウムシ個体間でもある、うん、
そう、でそうすると豆の中でなんか複数の幼虫がこう入ってきて、はい、あらこんにちはってなるじゃん。シェアハウスしますね。シェアハウスなんだけど、はい、そうで競争は2パターン実はあって、餌をめぐる競争は、はい、でシェアハウスっていうのはもう豆の中で餌の量が決まってるじゃん。そうですね。でそうすると食う食べるなんていうかな、1匹あたりの鳥分が減ります、減っちゃうじゃない。それが多ければ多いほど、それがまあいわゆる餌をめぐる競争なんだけど、まあ、これはイメージしやすいです、うん、で、はい、もう一種類はね、あのこのマメゾウムシでもあるんだけど、はい、やっぱ幼虫同士がこう攻撃し合っちゃうと、あーお前邪魔やわ言うて、うん、でなんか噛みついて殺しちゃったりして、もうその豆の中では1匹しか生き残らないと。豆の中でそんなアグレッシブなことが起こりきてるってことです、うん、そう。だからどういうふうにその豆の中で何が起きてんのかなっていうのがずっと、はい、日本人のね、内田俊郎っていうんですね、はい、まあ、日本のこの実験生態学っていうんだけど、はい、室内でねこういう実験する生態学で緻密に調べてた人がいるの、はい、でそれは資源をめぐる競争で小豆ゾウムシと四つもん豆ゾウムシの競争の結果が変わるとで2種類を一緒にするとやっぱり何世代か経つとどっちかの種類が絶滅しちゃうの、いなくなっちゃう。あ、ゾウリムシと同じ、同じでしょ。そう、あの同じパターンが出てきて、はい、そのどっちかの種類が生き残るんだけど勝つんだけど、はい、それがやっぱ餌をめぐる競争でこっちが強いとか、はい、弱いとか考えられてきたんだけど、はい、その繁殖干渉の実験は何をしたかっていうと、はい、繁殖干渉は成虫の行動じゃない。成虫の行動ですね、うん、繁殖できる状態といえば幼虫ではなく成虫です、ね、昆虫の場合はそうだよね、はい、で今まではこう豆の中で何が起きてたのかっていうのをずっとみんな考えてたの、はい、じゃなくて逆にこう出てきた成虫同士の関わり合いで、ね、ちょっと視点を変えましょうと、うん、でそれずっとみんな気づかずに、はい、ずっとそれは放置してきた、まあ、それは餌の競争ばっかりずっとフォーカスされてたわけですから、うんうん、まあ、当然そこにフォーカスを置きますね、うん、で繁殖干渉っていうのが見直されて、はい、成虫の行動も見てみましたと、うんうん、そうするとなんかね、アズキゾウムシと四つも豆ゾウムシは、はい、なんかね交尾することもあるらしいんだけど、似てるってことですか。うん、似てる大きさとか、うん、まあ見た目、まあ見れば区別はできるけど、はい、まあ大きさとか似てて交尾することもあるけどあんまりしないらしい、まあ、あんまりしないですか、うん、でもなんかねオスがね、はい、ずっとこう執拗に、はい、追いかけ回すらしい。あ、多種のメスを。それはあれですか、同種も多種もどうですか。同種も多種もだろうけどね、はい、でネチネチネチ、はい、ネチネチ追いかけ回すと、はい、でそうするとどうなるかっていうと、なんか鬱陶しいとメスからすると。そうですね、邪魔です、ね、邪魔、はい、で何が起こるかっていうと、卵をさ、なんていうかな、例えば生涯に50個産みますよと、はい、そういう時に、はい、そういった邪魔者が入ると40個に減っちゃいますよとか、はい、その逃げたりしてエネルギーを消費すると、うん うん、その分元気がなくなってみたいな、うん、時間とエネルギーがロス、うん、で50個埋めるところを40個しか埋めないとか、うんうん、あとはちょっと寿命が短くなる、うん、やっぱ追いかけ回されてなんか疲れちゃうとかね。もともと成虫でいられる寿命ってめちゃめちゃ短そうですね、うん、ゾウムシとかね、うん、だからその結局あの交尾はしなくてもそういったなんか直回行動で、はい、じわじわとダメージを与えてる。おお、これは見えにくいですね。見えにくいでしょ。だから誰もなんか最初の頃は気づけなかった、うん、いやこれは見えにくいですね、うん、交尾してりゃまだしもじゃん。そうですね。でも交尾してないから注目されてなかったっていうのはあるんだけど、うんうん、まあ、あと もう一つはなんか効果のそのちょっかいの与える方向っていうのかな、ちょっかいの与える方向、それが一方通行で、どういうことかというと、はい、アズキゾウムシのオスは四つもん豆ゾウムシのメスに結構行くあ、はいはい、アタックするけど、はい、逆に、はい、四つもん豆ゾウムシのオスはアズキゾウムシのメスにはあんまり行かないらしい、はい。あ、じゃあ、うん、アズキゾウムシの方が一方的に邪魔をしていると、うん、そうで、なんでかは分かんないんだけど一応そうなってる、
あずきゾウムシの方がだからその自分の種と他種の区別をあんまりつけられない、うん、つけてなくてそうだね見境ないって言えるよね見境ない見境ないってよく言うんだけど、はい、専門用語としてあでそうすると例えば、あずきゾウムシと四つもまめゾウムシスタートライン五分五分で、50匹ずつ入れましたと、はいでなんかビーカーかなんかケースに入れて、はい、餌いっぱい入れて飼育しましたと、はいはい、でそうしてどっちが勝つか調べたらアズキゾウムシが勝ったっていうパターンが多くてその繁殖干渉に強い方の種類が主観競争に勝つみたいな、うんうん、当然あれです邪魔される方は世代を繰り返すにつれてどん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 数が減っていくからってことです、うん、でやがてゼロになっちゃうそうですだからその空いた豆分、アズキゾウムシはそこに卵を産んで40、60、30、70、うんまあ、これは単純な数字ですけど、うん、で結果的に0と100に収束しちゃうみたいな、うん、で結局その餌をめぐる競争もゼロではないだろうけど、はいまあ、どっちの効果が重要かと繁殖干渉そうですねその餌の中でその何でしたっけ小豆と違う方のやつ何でしたっけ四つもん豆ゾウムシ、ね、四つもん豆ゾウムシの攻撃力が小豆ゾウムシより圧倒的に強ければ、うんまあ、繁殖干渉の影響なんて大したことないってことです、うん、幼虫の時に全部その小豆ゾウムシじゃない方何でしたっけ四つもん豆ゾウムシ四つもん豆ゾウムシの方が全部殺しちゃうんだったらもう四つもん豆ゾウムシだけになりますそうそうでいろんな分析はされてるんだけど例えばだいたい卵から成虫になるまで豆の中で、はいまあ、何週間かかかる、うん、3週間くらいあ結構かかります2、3週間かな、はい、まあそのくらいやっぱ成虫に時間かかると、はい、逆に繁殖干渉の効果だから餌をめぐる競争ってすごい、はい競争が起きてから相手へのダメージ受けるまで、はい、その2、3週間のタイムラグがあるみたいな感じなんだけど、うんうん、繁殖干渉はもっとすぐ起きるじゃないちょっかい起きたら卵の数が減って疲れたみたいな次世代の数減っちゃうみたいな、はい、でそういった効果がどんくらいのスパンで起きるかなみたいな分析をすると確かに繁殖干渉っぽい感じもう成虫がこう相互作用っていうかいろいろこう2種類の成虫が出会ってごちゃごちゃやると、はい、その影響がこうすぐに出るとあそういうのが分かってきてだからそれあれですよねその幼虫たちのバトルよりもすぐ出ると、うん、比較的にすぐ出るそういうことっていうのが分かってきたりもしている、うん、だからアズキゾウムシのその競争実験っていうのは、うん、これまでその餌をめぐる競争ってずっと考えてきてその内田俊郎っていう人が緻密な実験繰り返してきたんだけど、うんうん、繁殖干渉じゃないかっていう勢いに今日本の研究者はなりつつあります。ただ分かんないんだけどね、うん、ただ内田俊郎が、まあ、本に書いてあったんだけど、うん、晩年なんかどうしてもなんていうかな競争実験の結果をうまく解釈できない時があったらしい、うん、ああその繁殖干渉っていうのがまだない時にない時にそれを考えずにこっちが勝つとかこっちが負けるとか、うん、いろんな条件で実験してたんだけど、うんうん、どうも結果がよくわからん、うん、今までこううまくやってきたのに、うんうん、なんか辻褄が合わなくなったと、うん、合わん研究があるみたいなある出てきてそれはなんかやっぱ苦悩がね、うん、にじみ出てるような文章なんだけど、うんうん、でもちろんね繁殖干渉を持ち出せばそのデータをね、うん、説明できるかっていうのは今となっては分かんないんだけど、うん、そのねもしそういう繁殖干渉っていう軸があったなら、うんうんうん、またね変わってきたかもしれないし、それは分かんないんだけどね。っていうことでそのアズキゾウムシの競争は繁殖干渉っぽいっていう感じで言われてきて、まあそのそれだけじゃなくてアズキゾウムシはその室内実験なんだけど、はい、まあ、野外の生き物を使った研究もねあるんで、はい、まあこれ以降紹介できたらなと思ってますけど、うん、まあ競争実験って言えばなんていうか一番最初に紹介したあのガウゼのゾウリムシなんだけど、はい、あれもね分からへんね今ずっとやっぱガウゼは競争って言ってきたと、はい、でゾウリムシもやっぱ有性生殖するらしいのよ接合して繁殖もみたいなこともするらしくてあじゃあその2種のゾウリムシが
こう、ああそうそう、だから繁殖干渉の余地はあるかもしれないんだけど、はい、実はゾウリムシにもこう何種類もいるらしくて、はい、なんとかゾウリムシみたいのが、はい、2種類じゃなくて何種類もいるらしくて、はいはい、で厳密にガウゼの時代、はい、ガウゼ自身がどのゾウリムシを使ってたか、はい、今となっては分からんらしい。あ、そうですね、分かってたらじゃあもう一回やってみようかってやってっていう繁殖が起きるかどうかは確認できるけど、その時代ガウゼが何を使ったか、何のゾウリムシを使ったかっていうのが分かってないから、うん、確認のしようがない。そう。ということで、その競争実験、まあ競争の実験って言われてるんだけど、餌をめぐる競争じゃなくて、はい、繁殖干渉が重要かもしれないっていう研究を紹介しましたけど、最初に、はい、あのサティロス効果って1980年くらいに論文が出たんだけど、最近の論文でまたサティロス効果っていうその名前を使って出てる論文もちらほらある。はい、繁殖干渉じゃなくて。その同じ現象なんだけど、はい、日本人は割と繁殖干渉ってこう言うようにはしてんだけど、はい、そのアメリカの研究者とかはサティロス効果と言ったりしてる。でも現象は同じなのよ。同じことを別々の呼び方で言ってるだけ。でもそのまだ用語が定まってないってこと、呼び方が。それがなんか新しい概念っぽいじゃない。最先端、最先端だから。もう今2020年だけど、21年だけど、はい、まだそのスタンダードにはなってないのよ。おだからこれが大御所の先生が生態学の教科書で繁殖干渉とか書けば、はい、その名前がもうスタンダードになるじゃない。ああ、じゃあ教科書とかにも書いてない。教科書には載ってない、ね、だからまだまだまだその重要性というか普遍性っていうの、はい、このアズキゾウムシではこうでした、じゃあ他の虫では、他の植物ではどうなのっていうのは研究増えつつあるけど、はい、まだメインストリームではない。うん、それこそ競争、餌をめぐる競争の研究なんてもっと膨大にある、ね、うん、歴史がすごい重いというか、うん、分厚い歴史があるから、うん、競争はありそうだよね、なさそうだよねっていうなんか判断つきそうだけど、うん、繁殖干渉はまだまだ、もちろん世界中の研究者が最近注目してきてはいるけど、ポツポツって感じだから、まあそういうのがまあこれからね面白いなと思って僕自身も注目してるところですけど、でその日本語の本ではこの繁殖干渉っていうタイトルの本がですね、はい、まあ、専門書なんで、名古屋大学出版から出てます、はい、何年か前に出て、これ教科書というか、まあ、今までの研究のまとめみたいな、これまでの研究のまとめみたいな感じで、ちょっと専門書なんで、まあ、大学院生とかそういうレベルですけども、まあ、ぜひ詳しく知りたい方はですね、はい、読んでほしいと思っています。おこの辺で、この辺で、あ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。